どうも、ラートです。ということで、本日は脱獄ごっこで、この新しいね、セットなんちゃらみたいな、梅雨のセットみたいなやつ買ったんですけど、傘が邪魔すぎて取ったので、ちょっとエモートだけね、使って脱獄ごっこやっていきたいと思います。それでは、やっていきましょう。パワー！ということでやっていきたいと思います。いやー、本当にね、梅雨のセットのバックパックの傘が邪魔すぎて、髪の毛が伸びてきた前髪ぐらい邪魔なんですけど、本当にね、エモートしか使ってないんですよ。490円払ってバックパックとエモートのセット買ったんですけど、実質245円分ぐらいしか使ってないので、245円損しちゃったかなみたいな感じなんですけど、まあ、エモートはね、まあかっこいいので、まあいいかなっていうところではあります。いや、ちょっと雑談に入るんですけど、まあ僕はね、このコンビニでバイトしてるって話は過去にも何回かしてると思うんですけど、この間、コンビニでバイトしてたら、俺はレジ打ちをやってたんですね。で、レジ打ちやってて、で、まあ、普通お客さんって、こう、いらっしゃいませって言ったら、これお願いしますっていう、まあこの会話をね、コミュニケーションを取るじゃないですか。で、そしたらこの間変わったお客さんが来まして、いらっしゃいませって言ったら、あ、こんにちはって言われて、待って。これプライベートかなみたいな。俺仕事してるのになんかこんにちはって挨拶されるのは、同じ職場で働いてる人ぐらいなんですよ。で、まあ、あ、こんにちはって言われて、まあそこまではいいです。そこまではいいんだよね。で、まあ一応まあこんにちはって言って、あ、どうもみたいな。で、それで、まあ商品スキャンしてお金も渡されて、お釣りとレシートになります、ありがとうございましたって言って、ありがとうございましたって言ったら、あ、お疲れ様、ちょっと待って、お客さんだよねみたいな、なんか同じ職場で働いてる人みたいな感覚でちょっと挨拶をされて、あの人って誰だったんだろうねまあということで、終わりたいと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。